してきた東京都知事小池百合子東京都知事でございます。それではお待たせをいたしました。そして改めて多くの皆さんに集まっていただいたことに感謝を申し上げつつ、ここ池袋の駅前で18日間の選挙戦最終演説会、フィナーレの演説会を開始させていただきたいと思います。荒木千春候補者のために集まっていただきました皆さんにまずは御礼申し上げます。本当にありがとうございます。街頭演説会トップバッター、まず地元の豊島区で本当に待機児童対策、小池知事とも、そして荒木千春候補者とも連携をして多くいた待機児童を一気に解消をしてくださった、まさに地元の貢献者でございます。豊島区長高野幸男区長にまずもってお伝えをいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんばんは。地元の豊島区長の高野幸男であります。今回の荒木千春選挙戦最終最後、この池袋西口、ここで打ち上げる素晴らしい場を皆さんが作ってくれました。この地は小池百合子東京都知事が最終最後に使った、皆さんにお訴えしたこの土地であります。豊島区が良くなり、そして東京が良くなり、日本が良くなる、これこそ荒木千春、そして小池百合子東京都知事のこのタッグが皆さんの幸せを作るんです。どうか最終最後、荒木千春よろしく押し上げましょう。ただいま力強く押し上げようと皆様方に呼びかけてくださったのが、地元区長でございます高野幸男区長でございました。改めて感謝申し上げたいと思います。エールを送っていただきまして誠にありがとうございます。そして今日は朝から荒木千春候補者とともに、この東京都内各所でお訴えをさせていただいてまいっております。東京都知事の小池百合子知事にまず最後のお訴えをこの池袋からさせていただきまして、最後に荒木千春候補者よりのお訴えをさせていただきます。どうぞ皆さんお立ち止まりいただきますようによろしくお願い申し上げます。皆さんこんばんは。池袋駅とこうやって久しぶりに多くの皆さんにお伝えをする、ましてや今日は参議院選挙最終日でございます。高野区長と、そして何よりも私の相棒であります参議院候補荒木千春、最終の魂のお伝えここでさせていただくのは本当に光栄の限りでございます。ありがとうございます。たった今、私第一次安倍政権で初代の国家安全保障担当補佐官に抜擢をしていただき、いろいろと学ばせていただいた安倍晋三元首相の元総理のご自宅を訪ね、弔問に伺ってきたばかりでございます。静かにお眠りになっていた今、国難の時にこそ安倍さんにはもっと頑張ってほしかった、そういう思いと、そしてあの教団に倒れて世界では暗殺という扱いであちこちに流れている、こんなに世界で認識をされたリーダーがこのタイミングで亡くなるなんていうのは、私はもう本当に信じられません。改めて慎んでのお悔やみをこの場を借りて申し上げたいと存じます。
今申し上げましたように第一である安倍政権で初めて補佐官制度というのができたんです。でその時に私はそれまで環境大臣を務め、ああこれで、次の人にバトンタッチをするんだなと思って家に帰りました。途端電話がありました。安倍総理から官邸に戻れという話で、まして 何のポストかなと思ったら国家安全保障問題担当の補佐官だと。そういう形で私は第一政権を支えさせていただいた。政府の役職で国家というその名前がつく補佐官役職っていうのはこれが初めてだったんですね。これまで国家また戦略という言葉は、戦略については外来生物に対しての戦略はあったけれども、国家の安全保障としての戦略はこの国では語られなかったんですよ。それを安倍晋三総理は堂々と国家について語った。この参議院選挙、今エネルギーが不足している。そして食料まで、小麦、肥料、原材料がどんどん値上がりしている中での円安です。厳しいです。そして気候変動とともに、今日も先ほどまた地震が神奈川東部であったという報道。何とかしてこの国の安全、そして皆さんの生活を守っていかなければならない。私は東京都政を預かり、そして高野区長はこの豊島区政を預かり、これまでも連携を高野区長とは取ってまいりましたけれども、国政にこそ切り込んでいかなければならないと、今回荒木千春この大きな大きな戦いへ挑戦をしているわけでございます。国会議員時代の秘書を6年以上務めました。そしてコロナ対策、これについて今日も第7波で1万人に近い感染者を出してはありますけれども、それぞれの医療機関でしっかりとお守りいただき、さらにはこの池袋周辺でも療養施設をしっかりと確保し、さらには自宅で療養される方々のサポート、それをしっかり行ってくる。これまでの2年半皆さんと共にコロナ対策も練り上げてきた、磨きをかけてきた。そういう中でワクチン接種、そして検査体制も整えてきている。どうぞ皆さんのこれまでの基礎的な基本的な対策を改めてお願いしたいところでございますが、この間飲食店、そしてまたアーティストの方々、イベントもなかった。そしてエッセンシャルワーカーの方々、働きに行かないといけないけれども、しかしながら子供を預ける場所がないんだよ、いろんな現場の思いをまたニーズを届けてくれたのが荒木千春率いるファーストの会のまた都民ファーストの皆さんでありました。72回も小池知事、これをやってください、これもやってください、次はこれですと、もう次々とコロナ対策を要望を寄せてくれました。また高野区長ともこちらのかかりつけ医の先生方との連携などもなんとか進めてきた。まあ、ちなみに BA.5 という新しい変異株でございますけれども、また世界で各地で起こっています。アメリカの例などを見たいと思ったんですけれども、アメリカではもはや検査があまり行われてもいないというような状況でございますけれど、世界の例を見ながらワクチン対策などをしっかりこれからも進めてまいりたいと思います。要はどうやって亡くなる方を抑えるか、そして高齢者に移るのをどうやって抑えるか、ここに戦略的に取り組んでいきたいと思っております。そしてこれらの問題は感染症ということでオールジャパンの話でございますので、ここで国政がポイントになってくるわけです。感染症法の問題、そしてまた特措法の改正など、本当に時期を得たタイミングをよく改正するべきものはしてほしい、何度お願いをしたことでありましょうか。その意味でも荒木千春さんには
国政で大活躍をしてほしい。それは都民の皆さんのためなんです。都民を守るためなんです。そして国民全体を守るためにも、荒木千春さんは100人力で活躍してくれると私は確信しているんですが、いかがでしょうか。国政のポイントを知り、そしてまた突破力、72回も要望を突きつけるこの突破力、そしてまた35歳にして都議会の第一党の代表を務めると党首です。それを務めて、そしていろんな個性あふれる 都民ファーストの議会の皆さんたちをまとめて改革を進めて、東京大改革いくつも成し遂げてきた、この人間力、即戦力、突破力、人間力、三拍子揃った荒木千春さんをここで使わなければもったいないじゃないですか。皆さん、もう今日は最終日、そして有名な方はもう当選しますんで、6番目のこの議席をどうぞ皆さんの一票、迷うことなく投票所に行ったら、鉛筆握ったら、荒木千春とお書きいただきますよ。よろしくよろしくお願い申し上げまして、私小池百合子からのお願いとさせていただきます。私の隠し玉はまさに荒木千春本人でございます。どうぞどうぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。皆さんにも大変お世話になりました。ありがとうございます。ただいま荒木千春しかいないじゃないかというメッセージ、皆さんに届きましたでしょうか。34人立候補している参議院議員候補ですが、これほど小池百合子東京都知事からこの人しかいないんだと信頼されている候補者は他におりません。荒木千春を皆さんの手で寄せ上げていただきますように、改めて小池百合子都知事からのお伝えでございました。お待たせをいたしました。万感込み上げるものがもういっぱいいっぱい込み上げてきていると思います。その中で荒木千春、この選挙戦最後のお伝えを皆様の前で池袋駅前からさせていただきます。どうぞよろしく皆さんお願いいたします。皆さんこんばんは。今日はこんなに多くの皆様に頑張れと池袋駅の西口駅頭にお集まりをいただきまして本当にありがとうございます。18日間の選挙戦、情勢調査にくじけそうになる時もありました。暑さにめげそうになる時もありました。でも今日まで走ってこれたのは、今日お集まりいただいた皆様、お一人お一人、そして荒木頑張れ、負けるなと、お前こそが国会に行ってこの国の政治を変えてくれと、このような多くのエールに支えられ今日の日を迎えました。本当に皆様に改めて感謝申し上げます。最近この参議院議員選挙、東京都選挙、まさに知名度選挙、このような中で私の知名度を補うべく、小池百合子東京都知事も毎日毎日、荒木負けるな負けるなと支えていただきました。私は2011年熊本県から履歴書1枚持ってまいりまして、小池百合子当時の衆議院議員の門をトントンと叩きまして、それから秘書としてこの池袋の地に来てから6年半この地域で皆様に本当にお育てをいただきました。2017年東京都議会議員として初当選させていただき、東京都議会議員として2期、そして35歳で都民ファーストの会の女性の党代表として東京都の